はい、皆さんこんにちは、ごきげんよう。ということで今回はディズニーランドの YouTube を撮っていくので、皆さんお付き合いよろしくお願いします。ごきげんよう。すごい高いの、1000円。これ1000円だ、これ1000円だ。可愛いね、これ1000円。これに似てる。あ、そう、分かる。それに似てる。いや、チップとデールよ、私たち。それあんまり面白くない。わかる。え、これがレントン。これはなんか可愛すぎて面白くないから。似合う。ちょっとブスじゃないと、やっぱり。逆にやりすぎてチンピラみたい。なんかね。お前ちょっとなんか色欲しい、色欲しい。やからがふざけてるみたいでやめた方がいい。可愛い。あ、これじゃない、私。それか、これ私これじゃない。うん、そうね。全く似合ってない。何が怖いの。ちょっと似合ってないかも。似合ってないかぶり方が。なんでこうじゃないじゃん。あ、出てきた。かぶり物のバイトしてる人もいない。これないわ。ないんだ。これあ、そっちじゃない。色味的に怖いは怖いで、なんかおかしい。うん、これじゃないと思う。やめよこれ。あんた綺麗売りしたね。わかるわ。これがいいと思う。アリセイさんコンパニオンみたいです。わかる。これ洗顔用だよね。また綺麗売りしたね。あ、それじゃない。それヒロミちゃんそれっぽいね。ヒロミちゃんこれでいいじゃん。もう綺麗売りしたいから。うん、あんたこれ好きでしょ。好きでしょ。ヒロミそれいつも。だからこれだって前持ってたじゃん。家ある。おしゃれや。あ、もう可愛いよ。これおしゃれになっちゃう。これでいいんじゃない。ヒロミちゃんはなんかちょけると髪の毛青いせいで本当になんかチンピラみたいになるから、それぐらいでいいよ。でもここで一生しちゃうけど。なんとこれで満足でしょ。うん、今日と服装合ってるほら。似合うじゃん。可愛い。なんかあれで良かったよね。はい、結果、それが良かったよ。なんか馴染んでた。髪ちゃん。おしゃれすぎないこれ。いや、いいよ。キャラ的に。昔はこれにする。いや、私髪は無理。これじゃないじゃん。はい。おばさん。グリちゃん、タオちゃん。はい、ということで帽子買いました。あんたのキャラ何？これなんなんやろうね。バズライトイヤーの仲間。犬。はい、私の方はこれ何だっけ？ディガー。ディガー。タリピよ。意外と似合ってる私。こっちや。こっち。こっちよ。こっちです。ハンバーガーショップでいいじゃん。バスライトイヤーの。バスライトイヤー。うっさ。もう一回って。ごめん、今のは本当に無意識だった。言ってもう一回。バスライトイヤー。うっさい。L の発音違う気がする。え？ L の発音違う。L は私たちでいけるの。問題は O。パパパ。パパッ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 。この間 LA の上に行ってパリでも行ってみたので、世界中同じ作りなのディズニーランドで、なんかやっぱり落ち着くなと思って、本当に同じなのだから今デジャーブと思って。もう一回どうぞ。デジャーブ。ジューシーね。なんかおいしい。いつぶり。チュロス。チュロスはバルセロナ以来。いや本当に本物のチュロスじゃん。それいやいやこれも本物。あんたにくれ。これももさんの誕生日プレゼント。プラダ。ベンチュア行きます。私たちまだ何にも乗ってなくない。もう1時。あと2時間で閉まる。グリちゃん、タオちゃん。だけど見かけは意地悪よ。それでも増えてもいない優しいまなざしね。ごきげんよう。はい、ということで美女と野獣見てきました。どうやった。ちょっと飽きたけど楽しかったね。うん、うん、すごい最新技術。わかる。世界最高峰。はい、この後もディズニー楽しんでいきます。グリちゃん、タオちゃん。バズライトイヤーは命のエンジン感謝永遠にっていうの。バズライトイヤー無限の体でさあ行くぞ。来た。まず無限の体さあ行くぞ。
無限の船でそういくとちょっと似てる、うん、やろ歌う私似てると思う。で俺の下で消え悪の手やズン全然あのスコアやね。今日のバンドなんで、はい、チーム結構高い。あ、チーム戦がいいね、平等3人だよ、だから3人グッドスパーで分かるグッドスパーで私しなくていいよ。はい、じゃあ高橋と私、うん、ちょうどよくない。真ん中じゃない、はい、この人ちょっと話すねんって、はい、うるさいな、そんなの叫ばんといて、これ何また信じられないぐらい強いかも。強くね。すごくない。ひかみちゃんが 41,600 です。ひらみちゃんは10,000。はい、ということでバズライトイヤーを乗ってまいりました。15,300。私は 41,300。41,300。ひらみちゃん晩ご飯ごちそうさま。15,300。ひらみちゃん晩ご飯ごちそうさま。15,300。いつも払わせるやん僕に。あれさ、接続ヘビパーン。やめて、本当に危ないから。ヘビはいないよ。はい、ということで次はですね、ビッグサンダーマウンテンに乗っていきたいと思います。ビッグサンダーマウンテン何やったっけ、アリセ。セドナ。いやいやいや、ジェットコースター。そう、ジェットコースター。セドナを意識してるんだよ。もう僕は来たから帰りたい。そんなこと言わない、夢の国で。そうだ、そんな言い方よくなかった。あの、もうかなり満喫したから、うん、これ乗って美味しいディナー食べに行きたいと思います。そうしよう。うん、そうしよう。じゃあ行くぜ。行こう。ジャンプしよう、ジャンプ。せーの、はい。大丈夫ならこっちから進んでいただいて、さっきでだけ。わかりました。ずっと撮っててん、ズームで。ひかみちゃんの顔アップで。え？ユアンドコ行こう。高いものがいい。セックスベアに行ってみる？ちょ、今ググるね、じゃあ。ごめんね、喧嘩しちゃった。パッパ。何回目も3回目。エクスピアリディナー。心臓。かみちゃん。怒ってた。まだ怒ってる。うん、全然。カーボイハットかぶってみて、これ。カーボイハット。なんか、カーボイの子供みたい。ミヒン。馬の子。セドナっぽいの。本当？私行ったことないからわからない。そうなの？うん、ネイチャーにあんまりお金払いたくない。はい、ビッグサンダーマウンテン。これビッグサンダーマウンテンな。そう。あ、ひなみちゃんで乗っていきたいと思います。たかしはお留守番。たかし綺麗やねん、これ苦手やん。たかしが苦手みたいなので何にも乗りません。じゃあちょっとこれ乗り始めると動画は撮れないので、ここから今から乗っていきたいと思います。バイバイして。バイバイ。バイバイ。ごきげんよう。はい、ということで、ビッグサンダーマウンテンに乗ってきました。髪の毛私すごい。ねねね、思ったよりすごい楽しかった。なんか、おーってやったら終わったよね。でもギリギリまでまた喧嘩。ギリギリまでは喧嘩。隣に乗らないでグリちゃん、タオちゃん。はい、ということで、今回の YouTube ではですね、ひろみちゃんと一緒に YouTube にやってまいりました。ディズニーランド。ディズニーランドにやってまいりました。楽しかった？ディズニー楽しかったぜ。僕もめっちゃ楽しかった。あの、車で飲んだシャンパンがちょっと効いててより盛り上がりました、心は。なので楽しく楽しめました。スティッチ会えへんかったな。あ、スティッチ会いたかったね。スティッチが一番好きやったな。私ペリー。皆さんはまずディズニーに行くときは私たちの YouTuber は何の参考にもならないと思いますけど、よかったら参考にしてください。さよなら、バイバイ。